1987年2月23日、史上初の超新星爆発からのニュートリノ観測という大偉業を成し遂げた神尾寛で、16万光年離れた超新星爆発からもたらされた千載一遇のチャンスを捉えたのは浜松フォトニクスの光電子増倍管です。その技術は絶え間ない進化を続け、高性能化された現在のスーパー神尾管で、そしてハイパー神尾管で計画へと受け継がれていきます。当時の東京大学の小柴先生からですね、ヨーロッパの方のその物理の実験でですね、大量にその光電子増倍管を使いたいんだと、ついてはその国産品をぜひとも使いたいんだと、非常に我々の当時の製品というのはですね、先生の要求される性能を満足してなかったわけです。で、じゃあそのどういう特性を成したらいいかというのをいろいろその調べる中でですね、もう週単位で改良品を持参しながら先生の方で評価していただいて、まあ結果的に使用できるスペックになってですね、海外の製品を使わずに日本の製品で実験ができるということに至ったわけですけどね。そのヨーロッパの実験の後、いくつかのその実験にですね、やはり新しいタイプを、まあ、小柴先生のもとに開発しまして、まあ、最もその中ではなのがそのノーベル賞の元になりました神尾管理用の大口径の光電子増倍管の開発ですね。我々にとっては全然未知の領域っていうのが、まあ、大きさの点でですね、まあ、せいぜい当時大きなものでも12センチぐらいのものしかないものですね、先生の要求としては、要するに直径50センチだと、アメリカに勝つためには50センチのものを開発なきゃ勝てないんだと、当時の RCA とかフィリップスですね、それから EMI というメーカーの方がはるかにシェア高かったわけなんですが、まあ、大口径とかになってきますと、いかに製品化できるか開発できるかどうかというところにかかってるもんですから、そういう点では我々の方が力があったと思ってますけどね。他社ではできない特性をやはり、達成できる、まあ、開発できるというやっぱり技術力っていうことが一つのベースにあると思うんですね。その先生方のおっしゃってるそのやりたい実験の内容を、まあ、我々その営業もしくは営業技術のメンバーがですね、先生方にやりたいことをよくその話をとことん詰めて伺って、じゃあそのためには製品にどういう特性が必要となるのかというのを翻訳してですね、で、まあ、開発現場のメンバーにそれをうまく伝えるという一つのつながりがないと、その他社にその真似できないものがそう簡単にはできないと思うんですね。誰もやっぱりそのできないことをとにかくやろうと、まあ、例えばそれが個人であれば、その要するに自分はこれだけは絶対誰にも負けないと、そういうものを身につけろというのが、まあ、会長の言葉でもあるんですからね。